アメリカでも月の話題ばかり。もっと楽しい一面記事が欲しいですね。そんなわけで、先生、用具室までグローブを取りに行ってきました。君たちと真剣に向き合うことは地球の終わりより重要なのです。ハンデをものともしないスピードのさ。君たちが私を殺すなど夢のまた。僕らが落ちこぼれだから、エンドの E 組だから、やっても無駄だって言いたいの。まさか杉野にアドバイスをあげるためにニューヨークへ。先生の弱点を書き留めておこうと思ってさ、そのうち暗殺のヒントになるかと思って。けどさ先生、こんな単純な手に引っかかるとか、しかもそんなとこまで飛び抜くなんてビビりすぎじゃね。殺されかけたら怒るの当たり前じゃん、寺坂。しくじってちびっちゃった誰かの時と違ってさ。へえ、でどうすんの？殴る？お願いがあるの。一度本場のベトナムコーヒーを飲んでみたくて。私が英語を教えている間に買ってきてくださらない？ガキが。大人にはね、大人のやり方があるのよ。少しでも私の暗殺の邪魔したら殺すわよ。仕込みは完了。今日やるわ。生徒たちには技術面、精神面でサポートが必要です。教員免許は持ってますので、ご安心を。こんな秘密を知ってるのは我々国とここの理事長。体育の時間は今日から俺の受け持ちだ。この時間はどっかに行ってろと言っただろう。そこの砂場で遊んでろ。おい渚、あ、ちょっと付き合えよ。暗殺の計画進めようぜ。あのタコ、機嫌によって顔の色が変わるだろう。観察しとけって言ったやつできてるが、作戦がある。あいつが一番油断してる顔の時にお前がやりに行け。あの毒です。飲んでください。あの私みんなみたいに不意打ちとかうまくできなくて、私には気の利いた言葉遊びも細かい心情を考える作業も必要ないんです。おはようございます。今日から転校してきました、自立思考固定放題と申します。よろしくお願いいたします。コロ先生、これでは銃を展開できません。おはようございます皆さん。今日は素晴らしい天気ですね。おお、あんたがコロ先生か。くえくえ。同じ教室にいるからには俺たち家族みたいなもんだろ。まあな、おかげさまでこの横幅で。できないじゃない、やるんだよ。世の中に父親の命令を聞かない家族がどこにいる。文句があるなら拳と拳で語り合おうか。そっちの方が父ちゃん得意だぞ。それは私の学校では合理的ではない。少し改善する必要がある。私にとっては暗殺よりも優先事項だ。答えは簡単。君分解して並べ直す。合理的です。はじめましてコロ先生。俺は勝った。この教室の壁より強いことが証明された。それだけでいい、それだけでいい。俺より弱いから俺はお前を殺さない。俺より強いかもしれないやつだけ立てるさ。だって俺たち血を分けた兄弟なんだから。いやみんな、クヌドンだよ。成績不振の E 組は他の生徒に悪影響を与えないように本校舎から離れた特別校舎を使っているんだ。クズの E 組は規律を守るために他のクラスよりも先に体育館に整列していないといけない決まりなんだ。イリーナ・イエラビッチをこの国の政府に斡旋した者といえばお分かりだろうか。これでは今日中にあの男をやれないな。例えばコロ先生、これだけ密着していても俺ではお前を殺せない。それは経験から分かるものだ。あの男には通じないことは承知のはず。バカ者が。職種さんは正直なんですね。ええ、首元が冷えるって言ってたから。これならカバー範囲も広くておしゃれですよ。出会えたお礼に誕生日を送らせてください。よかった。
でもこれは渡せませんね。だからこそみんなの助けになりたい。懲りませんね。センスのない服でまた女を下げなくても。まさか実験の影響で。プレゼントいただきます。偽りの笑顔はいつの間にか本物の笑顔になっていた。褒める気ですか。君がどうやって。その腕で。その頭脳で。さあ試してみよう。拷問に耐えて手に入れたパワーを。